沖縄振興局は内閣府の内部部局の一つ、沖縄県の産業振興を行う。1972年5月15日の沖縄返還により、沖縄県が日本の市政権下に復帰したことを機に、沖縄振興開発計画の所管官庁として沖縄開発庁を設置した。長官には国務大臣をもって当てる大臣長とされた。内部部局は、 総務局と振興局。総務局は、いわゆる官房事務を担当するほか、沖縄振興開発計画の作成、沖縄振興開発金融公庫の監督を担当。振興局は、沖縄振興開発計画の個別の事務を所管する、関係省庁間の調整を担当、関係予算を一括計上した。二0一年一月六日、中央省庁再編の実施に伴い、 沖縄開発庁は、経済企画庁などとともに、内閣府に統合を、内閣府の内部部局として、沖縄振興局が設置され、沖縄総合事務局は、内閣府の地方支分部局となった。また、内閣府元府内の沖縄関係部局、沖縄振興局、沖縄総合事務局及び、北方対策本部を所轄する、内閣府特命担当大臣として沖縄及び、 北方対策担当大臣の筆致が法定された。沖縄開発庁長官は日本の廃止された国務大臣。沖縄開発庁の庁で沖縄に関する政策を所管していた。ありがとうございます。